三振を取られたぞ。イエーイ。ね、まあ例えば大橋君とか副投手が抜けましたよね、上杉君とか、あとまあ黒川君にしても大津彩香にしてもそうですけど、まあ彼らの特徴は基本的には他責ですよね。他人のせいにする。お前や自分のせいにしない。で、自分のせいにすると成長する。他人のせいにすると成長はしないけどもストレスを抱えない。お前かな。悪いことが起こると他人のせいにすれば自分のストレスたまらないから、成長はしないけどストレスがたまらない。僕は完全に自責型なんで自分を責めてしまうんですけど。嘘つけー、嘘つけ、お前俺騙そうとしやがって。お前騙しとれねえけ。お前いずれにしても NHK 党優秀な人がいますよね。そんなやつおらへんよ。バカバカしくて聞いていられないわ。ダメだこりゃ。はい、大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、この動画ではまあオープニングでもね、いじらせてもらいましたけど、まあ立花隆の多発型人間丸出しという動画でね、お話をさせていただこうというふうに思います。まあ立花隆が生活保護に関するね、話をしている、まあ大半以上は己の反省を喋っているといったね、言ったようなとても無駄な動画なんですけども、その動画の、まあ、最後の方、まあ、2の2の部分の最後の方で、まあ、私とかね、上杉さんに関しての、話をしていると。で、そういった話を引き合いに出して、己がいかに多発型人間かっていうことを自己紹介しているにもかかわらず、なぜか私や上杉さんなどをね、名前を出して、我々があたかも多発型人間であるかのように、多責型人間であるかのように、濡れ衣をつけていると。レッテルを貼っているという、クソみたいな動画の内容なんですけどもね。はい。ちょっと音声聞いてください、改めて。はい。まあ、多分、相席食堂スタイルになるかと思います。だから、NHK 党は賢い人が応援する党であり、賢い人が集まってきている政党だ。バカしかいません。はい。特に今はひどいです。2019年の参院選挙以降に NHK 党や立花を知って応援している奴らの大半は、ろくでもないクズ人間です。はい。だから、バカな人は途中で抜けていってしまう。ちゃんと、ぜぜひひで物事を判断でき、先見の明がある人は、ちゃんと、立花から離れていっていますね。はい。人が多いです。まあ、そうじゃない人もいますけどもね。好きな人も、上杉さんも私も、まあ、そちらの類です。自分で言うのなんですけど、なんてだって、しかも私はガーシーこと東谷義和という犯罪者を入れるべきではないと、これ当時はね、皆さんいろんなことを思われたかもしれませんけども、この2024年令和6年になって、私のこの発言、そうだよね、東谷なんかあんなやつ公認した立場の方が頭悪いよねって、そう思いますよね。だって東谷を当選させて、国会議員にさせたことによって、今の立場があるわけでしょ。立場があるわけでしょ。はい。もうそういったことは当然ね、予見できたし、東谷というクズ人間が国会議員として仕事ができるわけないと。いつか逮捕されると。いうことを予見できたから、私は反対し、否定したんですよ。選挙の目あるでしょ。そうでしょ。ね。ようとなった誇りですよ。ここについては僕は仕方ないと思います。ね、まあ例えば大橋君とか副投手が抜けましたよね、上杉君とか、あとまあ黒川君にしても大津彩香にしてもそうですけど、まあ彼らの特徴は基本的には他責ですよね。お前らバカ。お前ら。自分のせいにしない。自分の。お前だよ。お前だろよ。笑わせんな、お前。せいにすると成長する。他人のせいにすると成長はしない。けどもストレスを抱えない。だからお前あれなんだな。退化し続けてんだな。どんどん劣化してんだな、お前な。ああ。でも、お前、ストレスは抱えてるよな。いつ逮捕されるかわからないというストレスにな。もう常に、そういったストレスに苛まれてるもんな。そこはちょっと多責型人間、立花であってもそこはちょっと違うところだな。これ、どっちの面とかいいんですかね、もちろんわからないですけど、
何かマイナスなことが起こったら自分が悪いと思って自分が成長しようと思うのが自責型ですね。お前じゃないことが起こると他人のせいにすれば自分のストレスたまらないから成長はしないけどストレスがたまらない。お前はな、まあ、どちらがいいのかちょっと分かりません。僕は完全に自責型なんで自分を責めてしまうんですけど、はい、北京発言が出ました。お前は 100%、100% 多責型、多罰型人間だよ。間違いない。はい。10年以上お前を見てきた俺が言うんだから間違いない。安心しろ。いずれにしても NHK 等優秀な人がいますよね。いねえバーカ。いねえバーカ。今の立花を盲信してついていってるバカってろくでもねえバカだよ。だって金の切れのがいんな切れ目だろう、どうせ。まあ。今の人間たちも浜田や斉藤がもう国会議員じゃなくなったらお前の元から離れていくよ。逆にそういった状況でも残ってたら本当に本当にお前のことを思ってついてきてる人間だよ。はい。まあいい悪いは別としてな。俺はお前みたいに平気で嘘をつき金に目がくらみ人を貶めるような詐欺師についていけるわけがないから俺はもう離れたんだよ。当然で当たり前だよバカ野郎。詐欺師が。え、浜田君、浜田聡参議院。まあこんなもんだな。はい。まあこういうね、こう自分を正当化するためにまあ私やね、上杉さんをまあ貶めるようなことを言うと最低なクズ人間ですね。まあ、まあ、僕がね、ああだこうだ言わなくても、まあ立場の言動、まあ YouTube で、YouTube だけだったとしても、まともな人であれば、まあ立場というのはもう平気で嘘をつくクズ人間だなと。もう全体の、国民の立場が知っている全体の、まあ、98%、99% の人はそう思いますよ。大体立場のみんなは嫌悪感を覚える。っていうのは大半です。はい。残りのね、1% がちょっと頭の悪い人。境界知能のバカ。がね、まあ、立花を慢性してるっていう状況ですよ。まあ、僕はこうやって散々言ってるじゃないですか。立花を盲信しているバカ、境界知能の盲信バカ信者だって。で、それをね、こう、なんとか打ち消したい。信者を手放したくないと。いうふうな思いで、まあ、きっとね、言ってるんでしょう。NHK 党や立花隆を応援する人は賢い人たちです。なきゃあるかバーガー。なきゃあるかバーガー。終わらすな、ほんだら。X のね、そのポストの内容を見ても明らかですよ。もう理屈じゃないんですよ。もう感情論でしか喋れないバカども。情けない限りです。はい。まあそんな感じですね。はい。まあこれに関しては大した話はありません。はい。まあね、国民のおもちゃとなり下がった立花崩し、まあオープニングでね、遊ばせていただいてますけども、結構まといてるでしょ。いや、面白いでしょ。ね、立花隆がね、真顔でボケてくれるんで、もたら僕はそこにこう突っ込み入れるだけでね、笑いが発生するという、さすが我々芸人、笑われ芸人立花崩しという感じであります。皆様はどのように思ったでしょうか。このクズに関して何かあればコメントください。よろしくお願いいたします。以上です。